もうパシーチャンネルです。今日はカプセルプラレールのトードとクジラ編、初めて見たねこれね。対象年齢6歳以上、行ってみよっか。クジラ欲しいな。クランキーまた入ってんのかい。プリンが欲しいな。プリンとクジラね。2回やってみます。でもお楽しみ。どうもこんにちは、パーシーチャンネルです。で帰ってきました。こちらさあ何が出るかな。色でなんとなく、あ、なんかネタバレしてるかな。なんとなくわかるような気がしますけど、カブプラ見てみましょう。見る人、はい、開けてみましょう。何が出るかな。それではご覧ください。どうぞどうぞ。え？行った？行ってない？もう一回行く？行った？どうぞどうぞ。さあ出てみましょう。イエローからね。あい、あい、ピクン、ピクン出るね。何が出るかな？何で、ピクンが出るの？よいしょ。あーもうネタバレ、え、もう何もないじゃん。見てこれ、この中にこれしか入ってない。もう完成されてる。今までこんなんなかったね。自分で作るやつ。うん、これなんだろう。これ誰？やったー、やったー。誰？ロッキー。ブッチ。あ、よかったなー。あ、開けた。できないかい。頑張れ。開けた。ダメ。ロッキー作ってみようか。どうやって作るんだろう。ロッキーは3個のパーツに分かれてます。このアームの部分と、この本体のロッキーの部分と、これなんだろう。後ろに引く台車かな。どうやって作るんだろう。下じゃないね。後ろに行くんだな、これ。ほら、来た。ピシッ。これは、アームは、どこですろ、ここだ。ドゥルドゥルドゥルー。すげえ、ロッキーだ。ロッキー、あら、でか。僕のが小さいね。ロッキーでーす。ブッチでーす。ロッキーでーす。ブッチでーす。こんばんは。あと両方にはね、ちゃんとこうシールが入ってましたので、後でつけて遊んでみたいと思います。こっちにもシール入ってたな。ソドーって書いてある。ソドー島のソドー。はい、今日はカプセルプラレールトードとクジラ編をやってみました。全部で17種類もありますね。トーマス、はじめ、オリバー、ベル、クランキー、ハロルドなどたくさんいますけども、今日は2つね。何が当たったんだっけ、これ。ブッチと、いや、ロッキー。ロッキーが当たりました。いつもなんか、貨車とかレールばっかりだったんで、今日は大当たりだったと思います。やったー。それではまた皆さんお会いしましょう。バイバイよー。バイバイ。本日もご視聴ありがとうございました。面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイよー。